はい、ナオズーです。今回紹介するのはレゴクリエイター3セットです。31025は袋が5、説明書が3、バーツは550個。31048は袋が5、説明書が3、バーツは368個。31121は袋が3、説明書が3、バーツは454個です。それでは一気に組み立てていきます。はい、完成です。まずは31025マウンテンロッジから見ていきます。ミニフィグは男性が1体ついてます。特に変わったところはないですね。顔はこの1つだけになってて、バギーがついてますんで、ヘルメット姿ということで、替えの紙パーツなどは残念ながらついてませんでした。次にバギー見ていきましょう。カラーリングシルエットとも結構かっこいいバギーになってるんじゃないかなと思います。フロント周り、バンパーか、ガードがわかりませんけど、ハンドルパーツ使ってありますね。これなかなかいいですよね。で、その後ろ両サイド、これはフェンダーかな。ここにこれが使われるのも面白いなという感じしますね。で、運転席周りなんですが、ハンドルがついてて、その後ろスペースありますんで、ここにミニフィグを座らせて、よいしょ、ハンドルを持たせるとこんな感じになります。かっこいいですね。で、運転席の後ろの部分、ポッチなどはないので、特に何かを乗せたりとかそういったことはできないんですけど、まあ自分なりにアレンジすれば簡単に乗せられますんで、これなかなかいいなと思いました。一番後ろのこれはマフラーでしょうかね。ちょっとわかりませんけど、なんとなくかっこいいですね。それと下から見るとこんな風になってます。真ん中この部分ちょっと珍しいですよね。結構ね、細かくできててメカメカしい部分もありますんで、いい感じのバギーじゃないかなと思います。続いて条件セット見ていきましょう。マウンテンロッジということで、ロッジと岩山、それから木ですね。木は成形の一体型パーツではなくて組み上げて作った木になってますね。一つ外すとこんな風になってます。まあおなじみといえばおなじみの作りかなと思いますね。そしてマウンテンロッジと岩山です。これ土台部分に明るい緑色のプレートを使ってるんですけど、これがね、なかなかいいなと思いますね。他のにもすごく合わせやすくなってるんじゃないかなと思います。で、ロッジと岩山はこれ分けることはできません。ということで、マウンテンロッジから見ていきましょう。カラーリングとしてはすごく山の中にありそうな建物だなと思いました。おそらく土台部分、このグレーの部分は石組みで、上のこのね、茶色いところは木でできているというのを想定しているのかなと思います。まあ、ただツルツルしてるんで、あんまりそれっぽさがね、ないかなという感じですかね。この辺のボコボコっとした感じはそれっぽいのかなと思いました。ちなみに裏から見るとこんな感じですね。もうなんというかこうパスッとね、切ったような感じになってるのが少し残念ではありますけど、まあ基本的にはこっち側かなと思いますんで、これはこれで悪くないんじゃないかなと思いました。あとこちら側ですが煙突がついてますね。このレンガ調のパーツがね、雰囲気出してますね。で、正面部分入り口があります。もちろん開けることできますね。で、その隣窓ありますけど、ここもこうやってね、開けることができるということで、なかなかいいですよね。で、扉の隣には、ランプが下げてあります。こういうところね、それっぽいなと思いました。で、こちら側には、つるはしがセットしてあります。いいですね。で、前のところなんですけど、手すりがついてますね。で、この間のところ、ここにね、分割線がありますよね。ということで、ここから、パチッと開けることができるようになってます。まずは入り口から入ってすぐのスペースを見ていきます。家具が置いてありますね。引き出しっぽいのありますけど開けることはできません。その上ランプもね置いてあるということで、これなかなかいいなと思いました。その隣プリントパーツです。これ絵画みたいな感じかなと思いますね。で、さっきと同じ窓がついてますんで、もちろん開けることができます。それともう一つこっちにも小さな窓がついてます。ここは開けることはできません。ちなみにこの建物屋根を外すことができないんですよね。ということで天井少し高めに作ってあるかなという感じがします。ミニフィグを立たせるとこんな感じ。十分スペースありますよね。続いてさっき開けた窓の裏側のスペース見ていきます。手前の方にはテーブルがありますね。このテーブル、このね、土台部分にくっついてますんで外すことはできません。上にコップがありますね。で、奥には暖炉がありますね。火をイメージしたオレンジのクリアパーツ。これすごく綺麗だなと思いました。で、上のところには、動物の頭蓋骨を使った装飾品という感じかなと思います。なんかそれっぽいですよね。で、手前のところなんですけど、その暖炉に入れるための薪が置いてあるという感じかなと思います。ということで、ベッドやキッチンなどはないんですけど、まあ、山小屋としてはかなりそれっぽいんじゃないかなと思いました。それから屋根なんですけど、一部色が違ってますよね。傷んでるとか、あとは修理したとか、まあそういったのをイメージしてるのかなと思います。なんかすごくリアルだなと思いました。で、上のところ緑色のやつは、草が生えてたりとか、あとは苔がね、ついてたりとか、まあそういったのをイメージしてるのかなと思います。で、こちら側煙突がありますね。これさっきのこの暖炉の上のところに、ちゃんとね、来るようになってます。よくできてますよね。で、上からは煙が出てるということで、結構細かくできてるんじゃないかなと思います。続いて隣の岩山見ていきましょう。大きなパーツもあるんですけど、細かいパーツもたくさん使ってるんですよね。なかなか雰囲気があっていいなと思います。中にスペースもありますし、裏もスペースがありますんで、結構遊びやすくできてますね。正面部分クリアパーツがすごく綺麗だなと思いますね。上から水が流れてるところかなと思うんですけど、クリアパーツはもしかしたら寒さで凍ってるところをイメージしてるのかもしれないですね。で、その水が下に流れて、こっちの方から、向こうのね、奥に流れて、小川みたいになってます。いいですね。で、その小川の上には橋もあるんですよね。まあ、この辺細かくできてていいなと思いました。手すりもあるのいいですね。で、手前の方にはこれは焚き火でしょうかね。オレンジのクリアパーツ綺麗じゃないかなと思います。上には鍋もついてますね。で、岩山なんですけど、大きなパーツを2つベースに使ってるんですよね。そこに小さなパーツを、重ねてそれっぽく見せてるということで、作るのもすごく簡単ですし、雰囲気もあっていいなと思いました。この大きなパーツが2つついてるの嬉しいですね。で、上の方雪が積もってます。一番上にいるのはこれは白桃鷲かな？ちょっとわかりませんけど、多分ね、そんな感じの、鳥だと思いますね。で、この岩山、下のここが入り口になってると思いますね。おそらく洞窟か何かをイメージしてるのかなと思います。で、入ると上に赤のクリアの、鉱石パーツがついてるんですね。これすごく綺麗ですよね。こういうのが取れる、洞窟といった感じかなと思うんですけど、これテンション上がりますよね。はい、裏から見るとこんな風になってます。さっきの鉱石がね、これになってて、中結構スペースがあるんですよね。ということで、ミニフィグ立たせるとこんな感じになります。ミニフィグもね、立たせやすいので、かなり遊びやすい構造いいなと思いました。それとこの洞窟、ちょっとね、見にくいですけど、こんな感じで上に穴が開いてるんですよね。これがすごくいいなと思いますね。ここに穴が開いてるんで、中がね、そんなに暗くならないんですよね。まあ、適度に暗い感じで、これね、すごくいい感じじゃないかなと思いますね。あと、裏にも穴が開いてますんで、ここからミニフィグの出し入れもできるんですよね。なので、向こうの入り口から入って、ここから出ていくという感じで遊ぶこともできるかなと思いました。ちなみに裏から見るとこうなってます。クリアパーツがね、ほんと綺麗ですね。続いて31048護岸のロッジを見ていきます。ミニフィグは相対です。まあ、これも特に変わったところはないかなと思いますね。皮はこの一つだけです。で、手に持ってるのは釣り竿ということで、リールがついてるのがね、すごくいいですね。次にトナカイです。これよくできてますよね。造形かなりそれっぽいんじゃないかなと思いました。頭を上下に動かすことができるようになってますね。で、角は動かせなくて、その下足をこんな感じで動かすことができるようになってます。いい感じですよね。で、後ろから見るとこうなってます。背中にポッチがないので、座らせたりとか何か乗せたりすることはできません。そして、湖岸のロッジです。湖のほとりにあるということで、一部プレート青が使ってあります。いいですよね。で、さっきの31025が2014年ということで、10年前。これが2016年ということで、8年前のセットになってます。なので、31025の、まあ、後継というか、刷新版みたいな感じで出たのかなと思いました。間違えてたらごめんなさい。で、31025に比べてパーツ数は少ないんですけど、この裏の部分とかね、結構細かくできてていい感じじゃないかなと思います。ロッジの前には桟橋があります。で、そこに椅子が置いてありますね。背もたれを動かすことができるようになってます。で、ここにさっきのミニフィグ座らせれば、座りながら、桟橋から釣りをしてるシーンを作ることができるようになってます。これなかなかいいですよね。その前にはカエルもいますね。で、こちら側、これはハスかどうかちょっとわからないんですけど、葉っぱの上に花が咲いてるんですよね。で、これなんですけど、実はこんな感じになってます。穴が開いたパーツにこのよくある花パーツをひっくり返して、これをね、パチッと取り付けてるんですよね。これ面白いなと思いました。あまり見かけないですね。で、桟橋の横には焚き火があります。なかなかね、色もグラデーションになってて綺麗じゃないかなと思いますね。で、釣った魚を焼いてるという感じかなと思います。で、その隣入り口前には石が置いてあって、こっちですけど、斧がありますんで、薪割り石をね、作ることができるんじゃないかなと思います。いいですね。で、角には木が立ってますね。かなり低めにはなってますけど、あるのとないのとではだいぶ雰囲気がね、違ってきますんで、あるのは嬉しいですよね。で、さっきの31025と、まあ、かなり似てるかなという感じにはなってますね。続いて路地見ていきましょう。土台部分これもグレーになってるので、おそらく石組みをイメージしてるのかなと思います。31025とは違うとこうボコボコとした感じがいいなと思いました。で、上の壁部分ですけど茶色ということで、これも木をイメージしてるのかなと思いますね。ここはなんか組んでるような感じがね、ちゃんと出てるんですよね。この辺細かくできてていいなと思います。真ん中、窓がついてて開けることができますね。その上、動物の角かな、装飾でついてて、で、上の部分ですけど通気用の窓がついてるということで細かくできてますね。で、正面部分に扉があって、もちろん開けることができますね。その隣、シャベルが置いてあります。これは何用かな？ちょっとわかりませんけど、こういう小物類があるのいいなと思いました。で、これも正面にランプが下がってます。で、こちらも同じように木が組まれてる感じになってますね。で、窓がついてて、こうやってね、開けることができるようになってます。で、裏側なんですけど、窓が2つ並んでますね。これいいですね。全開すると、こんな風になります。かなりね、開放感ある雰囲気になるんじゃないかなと思いました。で、こちら側煙突があります。さっきの31025とはまた違った煙突になってますよね。窓が3つ並んでて、これは開けることができません。で、正面部分、ここに分割線があります。ということで、ここからパカッと開けることができるようになってます。ということで、中見ていきましょう。入り口から入ったスペースから見ていきます。ここはキッチンです。はい、拡大するとこんな感じです。フライパンが置いてありますね。で、これ使ってるのは、花パーツなんですよね。ですけど、おそらく卵を焼いてるとか、目玉焼きかな。そんな感じなのかなと思いました。で、こっちの方にあるのは、さっきのね、煙突の内側の部分になりますんで、ここから出た煙が煙突から出ていくというところかなと思います。よくできてますね。続いてこちら側見ていきましょう。ベッドが用意してありますんで、ここにミニフィグ寝かせて遊ぶことができます。固定はできませんけど、ベッドが置いてあるだけでかなりいい感じですよね。で、角のところテーブルみたいになってて、これは手紙を書いてるんでしょうかね。インク壺みたいなのと万年筆かな、わかりませんけど、それっぽいのが用意してあります。奥の手紙パーツはこれプリントです。で、この部屋、さっきもありましたけど、窓がぐるっと作ってありますんで、かなり開放感のある部屋になってますね。こういうところいいですよね。あと、一応ベッドの横になるんですけど、出っ張りのところにコップ、それから、瓶みたいなやつかな、置いてあるんですよね。閉じるとこんな風になります。それと、これも屋根は外すことができないんですよね。ただ、室内としては十分高さはあるかなと思いますんで、遊びにくいということはないかなと思いました。それから屋根部分なんですが、31025とは違って一色になってます。苔っぽいのが少ししかないので、もしかしたら立ったばっかりとか、そんな感じの設定かもしれないですね。で、奥には煙突があります。で、さっきの31025の中には、ベッドとかキッチンはありませんでした。小屋っぽい雰囲気なんですよね。で、こっちにはベッド、それからキッチンが用意してありますんで、これつなげてね、別棟みたいな感じで遊ぶこともできるかなと思いますね。後ろにつなげてもいいと思いますし、これかなりマッチしてるんじゃないかなと思いました。最後、31121ヘビを見ていきます。メインはワニのセットなんですけど、その中から今回はヘビを作りました。ヘビとこっちネズミですね。ネズミよくできてますよね。形かなりそれっぽいんじゃないかなと思います。下にタイルを使ってるっていうのがちょっと珍しいなと思いました。で、メインのヘビなんですけど、ネズミと比べるとこんな感じということで、かなりね、大きめのヘビと言ってもいいのかなと思います。ちなみにミニフィグと比べるとこんな感じで、ミニフィグに対してだともう完全に大蛇ですね。これはね、もうモンスターだと思います。で、このヘビ、口以外の関節が、全部で1、2、3、4、5、6、7、8、9箇所あるんですよね。なので、動きとしてはかなりリアルな感じにすることができるんじゃないかなと思います。これはよくできてるなと思いました。中にはボールジョイントが縦に2つ並んでる関節もあるんですよね。こういうのは片側だけ取り付けて、角度をね、ぐっと変えたりすることもできるようになってるということで、これはね、かなり遊びやすいんじゃないかなと思います。で、先端部分は関節が左右に並んでるんですよね。ということで、こんな感じ、うねうねした動きをさせることができます。この辺すごくヘビっぽいですよね。で、頭部分、上顎を開けるタイプになってますね。こうやって口を開くことができるのはいいなと思います。牙もね、鋭くてそれっぽいですよね。目もギョロッとしてますんで、これはね、なかなか不気味じゃないかなと思います。あとカラーリングなんですけど、パーツを使ってこうしましま感も出てるということで、かなりそれっぽいんじゃないかなと思いました。で、さっきの2セットと組み合わせるとこんな風になりますね。ちょうど尻尾がこの洞窟の中に入るんですよね。なので、洞窟から大蛇が出てきて村を襲ってるという感じでね、遊べるんじゃないかなと思いました。はい、いかがでしたでしょうか。それぞれ細かいところまでよくできてて楽しめるセットになってるんじゃないかなと思います。似たようなテーマのセットを組み合わせて自分なりにアレンジするのもありじゃないかなと思いました。なおずーを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のなおずーマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画も見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。